はい、どうも、ムケツマチです。はい、どうも、ケンさんです。はい、1、2、サシです。はい、というわけで、久しぶりに昼間からみんなで集まったということで、珍しいですね。今回は、キャンプに行きたいと思いまーす。キャンプ。はい。キャンプ。しかも、泊まりですよ。泊まり。泊まりで。初めてだよ、ね。初めてだね。そうだね。うん。キャンプ自体、うちらで行ったこともない。ないしね。うん。まあ、こういう動画に、したこともないから、そうだね、まあちょっと緩い感じにはなると思うけど、まあね、せっかくなんで撮ろうということで、はい、はいはい、まあじゃあ行きますか。行きましょう。はい。レッツキャンプ。イース。キャンプ。キャンプ。なんか買いますか。そうっすね。魚。魚といえば俺なんだよね。俺逆に苦手だから俺も持ったわ、全然魚で多分言えないし俺も肉の方だわそうね、まあじゃあちょっと見るだけ見てるだけ、そう、イカ焼きはいいよ、イカ好きだもん、うん、あ、こんなとこもあるんだね。そうなんですよ、塩ミックスね。そう、このご当地シェイクとかも犬可愛いですね。ここでもね、この一列結構有名な場所だからね、うん、観光地としては。そうなんだよね、うん、新潟の観光地ったらここも結構有名だもんね。もうなんて言ったって角上魚類ですから、あこれは有名、うん、やっぱこう食べ持ちながら食べながら歩いて見るっていうね、うん、焼きイカとか、焼き魚とかあるよ。ああ、いいね。こういうところで食べると美味しいんだよな。のどぐろですよ。のどぐろ。そうだね。新潟だとのどぐろ有名。はい、というわけで、はい、お昼を食べて食材を買ったので、はい、これから会場っていうの。会場、まあ会場ですね。キャンプ場の方に行こうかなというふうに思います。はい。はい、今日はそこで泊まるんでね。その中もどんな感じか見て。そうだね。はい、では行きましょう。行きましょう。レッツキャンプ。レッツキャンプ。はい、というわけで今日泊まる場所に着きました。ジャンコテージ。はい。ネイチャーランド周囲の方ですね。はい。まあ、柏崎のなのかな。そうですかな。カリワとかそっちの方面の、キャンプ場というところで。そう、結構ねコテージたくさんあるんですよ。こんな感じで。で海も見れるっていうね。あと海行きましょう。そうですね。いいところなんで。一応じゃあ中見ますか。せっかくなんで。まあ、ルームツアー的なのやろうか。そうだね。はい。まあ、なんか玄関入るとすぐもう流し場みたいな。そうだね。うん。だからここはトイレ。で、シャワーだけだね。シャワーだけだから、あとで温泉行きたいね。そうね。まあ、近くに温泉もあるから、うん、そっちに行った方が良さそうだね。で、ではこんな感じですよ。一応でも冷蔵庫とかあったりとかね。ね。テレビとあとエアコン、はい、エアコンがまあ2つしかないけど、うん、まあ、今日は雑魚寝っていう感じかな。そうです、うん、広いよね。そうだね。あとからもね、ああかけれるスペースもあったりとかね。いいじゃないですか。そうですね、うん、まあちょっとねキャンプってことで失敗したのが虫よけとかね、それ買ってこなかったんで。めっちゃ買えるんですよ。そうだからちょっとこれからまた買い出しに行こうかなと思いますけど。そうですね、うん、貸し切り状態なんですよね、はい、こんな感じで窓から海も見えるというね、いい場所ですね、うん、いいところですよ。で、はい、まあ次はね、なんか海降りれるっぽいんで行ってみますか。じゃあそうですね、はい、行きましょう。行きましょう。